エジプト海軍ラマダン級ビタ型高速戦闘艇は、イギリスのボスパア・ソーニクロフト社が輸出用に開発した高速戦闘艇のシリーズ。エジプト、ケニア、オマーン、カタールに輸出されたほか、大海軍のカムロン・新旧キュコルベットやアメリカ海軍のサイクロン級小海艇のベースにもなった。まず1977年9月4日、エジプトがボスパア・ソーニクロフト社に対し、 4隻のミサイル艇を発注した。これは、同社の試作艇である高速小海艇、テナシティを元にした設計となっており、ラマダン級として収益した。続いて1980年により、オマーンが改めラマダン級の建造を発注し、計4隻が建造された。1984年9月には、ケニアも巡道警官2隻を発注し、 これは1987年88年に浸水した。1992年にはこれらの帝の派生型としてカタールがバルザン級4隻を発注した。1990年からアメリカ海軍が発注を開始したサイクロン級小海底もラマダン級を元にした派生型となっている。またこのほか、タイが1987年に発注したカムロン新級も 比較的低速で、対戦線に比重を置いたコルベットではあるが、ドファール級の経験を踏まえた派生型となっている。さらに、ギリシャ海軍が2000年に発注した、リュッセン級も、カタール間の発展型として、スーパービタ型と称されている。ありがとうございます。